やることをやったらすまんかったよって、社会経験がない私が生徒に申し訳ないなって。お願いします。お願いします。緊張するの。今回聞きたいのは、僕が今 YouTube 運営させてもらってて、ターゲットを自分の中で明確にしてるつもりなんですけど、僕って社長の元同僚とか友達だったり、そういう医療メガネもあるし、言うてまだ2ヶ月しか経ってないので、まあ、この会社自身のこととか皆さん社員さんのことを、まあ、そこまでほんまに深いところ理解できてないかなと。なんでこう今自分が作ってるコンテンツというか映像が弊社にあった人たちに届けられてないのかなというところがあるんで、まあ、そこをちょっともっと明確にしたいなと。でインタビューをしようと思いました。そもそもはほんまに自分だけでこう瀬能さんとか翔平君とかに聞こうと思ってたんですよ。ただそれをこう内々にするよりか、これ自体も映像として撮っといてコンテンツにした方がいいのかなと思ったんで、ちょっと映像を回してるって感じです。で、まあ、その翔平君と瀬能さんをお呼びしたのは責任者って立場になると思うので、その各事業部のポストに行ったっていうのもやっぱり行動はもちろんそうなんですけど、このマインド面というか考え方がより社長と乖離してないというか、こうより社長に近しい考え方だったからこそその立場になったっていう、まあ、過程なんですけど、それもあると思うので、ちょっとそこも聞いていけたらいいかなと思ってます。でまずちょっと先に瀬能さんの自己紹介じゃないですけど、はい、軽いざっくりとしたものが大丈夫なので、はい、お願いしてもいいですか。年齢が22歳から入ってますか。大丈夫です。無理やるな。ちょっと待って、私入ってないんだろう。ちょっと待ってください。2021年から2022年までもうすぐで丸2年。あれほんま一応持ってってるんですね。あ、でも2021年入社だから、ね、じゃあ2年ですよ、ね、もうすぐ3年目。そうです、うん、じゃあもうすぐで入社3年目とかいう言い方の方が分かるやつ、うん、すごいな。意外と短かったですね。社歴でいうと会社全体で見るとまだまだペーペーです。すげえ。先輩ばっかりです。あんまり何もしなかったですよ。そもそもめっちゃこうもっと重鎮感じゃないですか。なるほど。先輩ばっかりです。全体で見ると面白い。経歴をざっくり聞こうと思うんですけど、はい、大学は卒業されてたんですか。卒業してます。ちなみにどこやったんですか。大阪商業大学です。あ、大商大ですね。いいとこっすね。いい大学ですよ。社長も。社長もです。そしたら大学の後輩ですね。でも当時からもその大学でも割と話すきっかけはあったというか、はいはいはい、同じ学部やったってことですか。そうですね。何が来るんですか。経営学部かな。経営学部です。ああ、なるほど。あ、覚えてなかった。ほんで卒業してから就職したんですか。就職しました。まあ就活を普通に続けてて、はい、内定いただいた人材の会社があったんですけど、まあ、内定者アルバイトとかもしてて、でもただ入社4日前ぐらいに内定辞退をしたんです。なんで4月からどうしよう、私ニートやってなった時に、あの友達がそのまあ好意というか優しさで、その時友達がアルバイトで働いてたクリニックの理事長に掛け合ってくれて、で普通に正社員でそこで勤めることになって、新卒一発目はクリニックの事務と受付をしてました。なるほど。そこから何年ぐらい働いてあったんですか。そこからクリニックにいたのは合計で3年弱とかはいたんですけど、はい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 、途中でずっと続けてて、うんうんうん、もちろん患者さんとドクターというか医師と の, その架け橋みたいなところでやりがいのある仕事ではあったんですけど、自分がそれこそキャリアだったりだとかポジションってなった時にずっと事務と受付っていうポジションで、うん、その中には特に上下もないしフラットで
ずっと事務と受付は4人体制でシフトでみたいな感じだったので、うん、なりたい社会人というか像ではないなっていうのがちょっと一番にあって、はい、で、高校の時に学校の先生になりたいって思って、うん、免許取れる大学っていうのでその大学を選んでて、でも大学時代は正直すっかり遊んでましたしもうすっかり遊んでましたし、うん、あの授業も本当にもうすっごい行ってなかったですし卒業もなんでできたんかって周りに聞かれるぐらい遊びほうけてる大学生だったんで、もちろん教員免許取りたくて行ったのに途中で教員免許のため の、 あのコースも離脱してますし、はいはい、ってなったのをこう受付で仕事しながらこう漠然と考える日が何日かあって、うんうんうん、なんであの時私遊ぶことには後悔してないんですけど、はい、やることをやって遊ばんかったよってめっちゃ後悔する時間があって、受付で座りながら時間いっぱいある時間いっぱいあってで資格持ってやりがいがあってキャリアアップができて、こう何があっても学校の先生って私なくならないと思ってて、どんだけ AI が発達しててもやっぱり人の感性とか教育って絶対コンピューターにはできないんで、人がしないといけない仕事っていうところにも魅力を感じてて、あ、学校先生ならと思って、もう一回大学行こうって思って教員免許を取りにもう一回、だからそこであのクリニックは正社員からアルバイトに変えていただいて、なんで、まあ、フリーターですね、はい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 、フリーターしながら大学生を、そうですそうです、行って2年通って、うわすごい、やる目的を見つけてからの大学生活って全然違くって、うんうんうん、まあ、正直入り直したんで、あの知ってる人がいないっていうのもあったんですけど、うんうんうん、現役の時では考えれないけど授業めちゃくちゃ前で先生の話、はいはい、一番聞こえやすいところに行くとか、うんうん、メモ全部ノート取るとか暗唱なんで、テスト前って現役の時は私あの人からノートを集めることにフォーカスしたんですけど本当にあの全然知らない人にも声かけてました、あの人授業おったって思ったら声かけてノートしてただけどテスト前ってこんな楽なんやみたいな、授業受けてるから、しかも目的あって先生の話聞いてるから楽しいんですよ授業が。で、私大学時代遊んだこと後悔ないけど、せっかく親に大学通わせてもらって4年間も、しかもね頭良くないから私立だったし、うん、お金かけて出してもらってんのに、そういう意味ではすごい時間とお金無駄にしたなって思ってで免許取って、まあ、その時に私の出身の高校が商業高校の本部校っていうところもあって、はい、それも行為で、もっと私の高校2年生の時の校長先生が長大にいらっしゃってて、で名前を覚えてくださってて、まあ、ちょっと名字珍しいっていうのもあったし、まあ、学校の先生になる人の会、なりたい人の勉強会みたいなのにも参加してたんで、そこで覚えてくださってて、こう紹介してくれて母校でそう仕事を始めるっていうことに働かせていただいて、教員だったのってこれじゃあいくつの時なんですか？6の年ちゃいますかね。6の年、え、何年前？多分3年前、うん、ほんなら結構そっからのスパンすごいですね。そうなんです、学校の先生は私1年しかしてなくて、その時に学校の先生とすごくやりがいがあったし、うん、仕事内容とかは本当にもっともっとしたいというか、うん、生徒とももっと、うん、あのコミュニケーションとって、私進学指導部の就職担当だったん で商業高校っていうのもあって、キャリアセンターで、そうです、キャリアセンターです、大学でいう、なんで就職希望の生徒と話をして面談をして、こういう仕事で何になりたいの、どうしていきたいのみたいな話の中で、私たちの学校に求人をくださる企業さんとどうやって受けていくみたいな、マッチングみたいな、マッチングって言い方ちょっとあれですけど今っぽいですけどなるほど、生徒のフォローをしてみたいな、志望理由一緒に見てとか、うんうん、なんかほんまに今の仕事に近いというか、そうなんですよ、ほとんど原型みたいなことをしてた、そうですそうです、それのもう新卒、うんうん、という形
感じでしたね。ただ学校の先生の、なんていうの、教員っていう環境にちょっと違和感があったというか、やっぱり公務員さんなので、本当に生徒のために思って、すごい遅い時間まで試行錯誤して生徒のために仕事をしている春井先生と、正直チャイムと一緒に生徒より早いじゃないですけど、生徒が放課後に来た時には先生も帰ってますよねっていうような方もいたりとか、でもどんだけやってたとしてもお給料は年功序列で上がっていってみたいなところに私違和感があって、そういう先生って絶対もっと評価されるべきだし、それこそお給料にも反映するべきだしみたいなところがあって、まあ効率っていうのはあったんですけど、そういうところに違和感があって、まあ免許はもちろん取れてる、プラスで商業高校なんで一番社会と近い学校というか学科のはずなんですね。なのに社会経験がない私がそれこそビジネスとかマーケティングとかの授業を今後していくって考えた時に、生徒に申し訳ないなって思ったんですよ。知識が浅はかで社会人経験ない人が何言ってんのって私やったら思っちゃうなって思ったんで、あの免許取って1回学校の先生経験させてもらってるから、他の一般の会社で社会出たいなっていうのも強く思ったんで、なんで一旦学校の先生は1年で終わったっていう。ほんでそこからまあうちに入る、はい、社長とは大学の先輩なんで、うんうん、ちょっと連絡させていただいて、人材の仕事というか会社を作ってるのは知ってた、会社を作ってそれこそインスタグラムとかつながってるので、確かに会社をしてるのは知ってて、でも詳しく何をしてるかとかは全然、うんうん、卒業してから連絡を取ってまめに集まるとかのグループではないので知らなくて、で連絡させていただいた時に、でもちょうど事務員がその時いなくってみたいな、で私も数字を見るのは好きですし、それこそ教員免許も商業なんで、授業も情報処理とか見てたので、そういうことは好きなんで、じゃあ私事務で入りますって言って、あ、オフィスか、そうですそうです、あ、なるほど、ただまあ事務も正直稼働のメンバーがどういうことをしてるかって理解してないと、あのできないなって私自身も思ってたんで、まずは稼働してっていうところでした、スタートは。でも稼働したらしだしたで、私あの楽しくなっちゃって、それこそ今まで数字を立てる仕事をしたことがなかったので、最初立てれなかったのも悔しかったですし、で負けず嫌いなんで、先輩超えたいなとか、本当にとにかく教えてもらってやってみて、これできへんな、こうしてみようみたいなとかをして、責任者になったタイミングっていうのは最近なんですか？そうですね、しっかり役職として発表していただいたのは秋ぐらい、コマンドホールディングスになりますっていう時に全体で発表していただいて、それまでも、まあ、いろいろこの先どうしたいのみたいな感じで社長とお話しさせていただく機会はあったんですけど、その時に私もうすうす事務じゃなくてこっちで直接求職者さんと関わって、求職者さんのためにもなって、で例えば先方さんお取引させていただいている会社さんのためにもなってみたいな、で数字も立てて事業を進めて大きくしていくみたいなところにこうやりがいとか楽しさ見出してたので、自分じゃなくてこっちで進んでる方が自分向いてるかなとはうすうす思ってる時に、社長と面談で今後どうしていきたいの時に、なんか思ってた部分はある話をして、そしたら社長も、あ、でも俺もそれは実は思っててみたいな、それなんて自分じゃないなみたいな、どっちかというとなんかその方が人をまとめてきて、まあ、数字もその時稼働した時は垂れてたんで、その垂れてるし人に教えれることもあって、こうまとめて大きく事業を大きくしていくイメージが、その方が上に立ってやるイメージが湧いてるから、そっちの方がいいんじゃないかなと俺も思ってたっていうふうに言ってくださって、そしたらもう、まあ、そっちで行きますねそっちで行かせてくださいって感じで、その時はもう全然役職とかもなくて、そもそもキャリアアップじゃないですけど、そういう意欲とかってもともとあったんですか？ありましたね。そうなんだ。私母が若い時会社をしてて、本当に結婚も遅いんですけど、バリバリのキャリアウーマンで遅くで産んでくれてるんですけど、っていうのもあって
こう若いうちは仕事をしなきゃとか、うんうんうん、もしいつか家庭に入った時に、うんうん、絶対そこって割合減っちゃうから、うんうん、っていうのをなんか昔聞いたのをもう覚えてて、はいはいはい、このことなんやなみたいな、仕事楽しいってみたいな、なんてなんか女の人でも役職持ってる人ってかっこいいってずっと思ってますし、うん、女の人で高収入なのももちろんかっこいいし、男女関係なくやればやっただけもちろんポジションも収入もですし、うん、こうね、手にしたいなとは思うタイプです、うん、じゃあ今のそのポストというか、うん、自体に役を満足しているか、もっとさらに先に行きたいのか踏み込んでいいか分からんけど、踏み込みたいな感じですけど、もちろん現状はすごくやりがいがあるし、自分の振り返りができる人、本当仕事でしかもうなんかうるっとしたりとかなくって、父さんがちょっとピリッとしてる時って、あの大体社長ではご機嫌ならないの時やねって